10月2日はグレゴリオ歴で年始から275日目にあたり、年末まであと90日ある。ビーグル号起祷。ダーウィンは当初、艦長ロバート・フィッツロイの話し相手として乗船したリットン報告書発表。日本の正当性を否定しながらも実益を認めた提言は受け入れられなかった漫画ピーナッツ連載開始。画像は 作者のチャールズ・ M ・シュルツ大砲と柏戸・ワド、横綱に昇進。高度経済成長期の各界を支えた、バイマル共和制、第2代ドイツ大統領パウル・フォンヒンデンブルク誕生、ハルノートで知られるアメリカ合衆国国務長官、コーデル・ハル誕生、第31代連合艦隊司令長官、小沢寺三郎誕生、イギリスの生科学者、アレクサンダー・トッド誕生。ヌクレオチド、 ヌクレオシドの構造を研究したオートファジーの名称を定義づけた細胞生物学者、クリスチャン・ド・デューブ誕生歌手、浜崎あゆみ誕生廃人、加賀千代女没ボツフランスの数学者、フランソワ・アラゴボツ。誘導電動機の基礎的原理、アラゴーの円盤を発見した芸術を捨てた芸術家フランス出身の前衛芸術家、マルセル・デュ・シャンボーツ国際非暴力デー。画像は、 カール・フレデリック、ロイテルスワルトのノンバイオレンス、ありがとうございます。